今回は、高橋、あきら、東映アニメーションプリキュアワークスを紹介します。A4 サイズの本書は紙質もよく、すごい見応えで、カバー裏をめくると、ちょっとしたサプライズがありました。これは嬉しいかも。関東には、カバーへと同じ折り込みポスターが付属。掲載順では、イラストギャラリー、各メディアや販売用のために描かれた。 ドキドキスイートのミレイイラスト群ドキドキプリキュア敵を含めた登場キャラクターたちの設定がラフスケッチ修正原画等を解説文とともに掲載要所要所で高橋氏のコメントがありページ末の高橋氏へのインタビューはスイートからドキドキへのデザイン変化アニメーターとしての思いや ププリリキキュュアアの魅力等スイートプリキュア同情ただしこちらはキャラクターへの色の背部分がドキドキより少なめインタビューではプリキュアへの意識とスイートのデザインやプリキュアへの手応え等、10周年記念メッセージ原画ハピネスチャージプリキュア冒頭で流れたドキドキスイート各キャラの高橋氏担当原画を掲載スタッフコメントわしを高橋氏 死体家康彦氏、堺、井、早急氏、梅沢淳稔氏、古賀、郷氏、柴田博明氏の6名が、高橋氏との出会いと携わった仕事について、それぞれ語っています。イラスト書出一覧、イラストギャラリーで紹介されている絵が、いつ どういった用途に使われたかの紹介以上となっていました清潔感あふれるきれいな線で描かれたキャラクターたちの魅力あふれる絵は鮮やかさと細やかさが満載でこれぞプロの仕事と実感させられます個人的に見れて嬉しかった部分は 主要キャラクターたちが決定校になるまでのデザイン変更の流れでした人によっては初めて知れる絵や設定なども盛り込まれているので高橋氏が手掛けられた絵をじっくり見たい方やスイートドキドキ双方のプリキュアファンはもちろん絵を描かれる方にとっては資料としても十分に有用となるでしょう以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。